こんにちは、フラペチーノさん、シャボン玉ありがとう。こんばんは、夜もちいかわんな。こんばんは、こんばんは、こんばんは。冷たすぎるこれ。こんばんは。今日 USA 行ってきたんでしょ。そうなんですよ、大輔さん涼しい、ありがとう。最高なの、最高でしょ。朝待ってたの嘘メールで知ってました。どういうこと。お疲れ。フライング、そうです。幸せ、ガチ幸せ。ちょっと待って、ちょっと写真送りたい。これを、了解です、了解です。少々待ちを。そう、ユニバ行ってきたんです、ココアさんと。今日リップ受け、さっき乗った。そう、ココアンピ仲良しなんですよ。行ってきたんですよ。いい、めっちゃジェットコースター乗りました。やばいですよ。あれ、あの悪、違うよ、これだよ、これ。え、なんで、なんか反応悪、タブレット。なんでユニバでアンペ見たらめっちゃ可愛かったって。どういうこと、誰か見かけられたの。後ろが USA でアンピのココア見たって連絡来た。あ、そうなんですか。あ、そうなんだ。バレるんだ。嬉しい。あ、そうなんですか。嬉しい。うん。モダゴーデッドさん、かわいい、ありがとう。いや、熱いものは熱いですよ。吹き飛ばせれないです。了解ですと、口と。あれ、なんか、なんでこんな、こいつだけ無理なの。なんか選べられない。なんで、暑かったのは暑かったです。あ、これは全然、あの、冷えピタ張ってます。なんか日焼けするかなと思って、と、日焼けしそうな場所に張ってます。暑いもんは暑いですね。30度超え、うん、30度超えでした。午前中、昼間行かない、9時10時台でもう30度で、みたいな。フライングダイナソーもう乗ったし、あれもハリドリも前と後ろ乗ったし、なんかこういうチョーカーみたいになってる。腕が一番焼けたと思う。ほら、ありがとう。しあとは何だろうな、あとエルモのやつも乗ったし、ハリーポッターも乗りました、乗りましたし、あと、あ、サメです、サメです。あとあれも乗りました、乗りました。メール、にやけしそう、日焼けしそう。ああ、何食べたんだい。あの、ミニオンのハンバーガー食べました。言うてそれと、あとね、31のフロー、なんだっけ、なんかメロンソーダにアイスが乗っとるやつ食べました。最高。暑かったからマジで、もうずっと、もうペットボトル200、あー、また間違えた、やらかし、やらかし、間違えた、うん。やばい、やらかした。昨日やらかしたエピソード、あ、メールで送ろうと思ってた。間違えた、間違えた、超間違えた、悲しい。ちょっとみんな、ちょっと待ってて、ちょっと待って、これよし、
しおりんさん涼しいありがとう、しおりんさん水鉄砲ありがとう、くたるさんお疲れありがとう。え、今日八王子 39.1 とはやばすぎん、やばすぎるでしょ 39.1 って。え、やばくないですか、超やばやばじゃん。そうなんですね。あ、もう暑いですよ。そうなんですよ、これ超暑いよ。でもどうしても青で行きたかったんです。あー、湿布じゃないよ、あの冷やすやつ貼ってます。あー、これで乗り切りました。そう、サメだから、そうなんですよ、青色で合わせようと思ってこの色にしたんです。どうですか雨ね。そう、ちょっとね降ったんですよ。フライングダイナソー並んでる時に雨なんかパラパラって降って、でもココヤさんがちょうど日傘持ってたんで入れてもらいました。もう水は無理、暑い時に水じゃ死んじゃう、麦茶飲まんとやってけん。カズキンさん涼しいありがとう。そう、最近首元の開き大きくてリボン結ぶ服着とるの多い。え、多分、でもね、前着とったやつはプレゼントでいただいて、これは自分かな、わかんないけど流行りなんじゃないですかね、今の、わかんないです。こだわりはあるわけじゃないんですけど、たまたま。そして私はなんと今日これを買いました、薬味ビーンズを買いました。とうとう忘れずに買いました。もうハリーポッターのエリアはお母さんとめちゃくちゃあの回って、より白く見える、私も今日なんか白いと思った。え、なんかそこまで思わんかったんですよ、帰ってきて見たら、え、私なんか白と思いました、びっくりした。ビッグビーンズ買ったんですよ。で、これお土産用ですかってその店員の方に言われて、いや自分で食べますって言ったら、うおー、すごいですね、なんでしたっけ、なんか言われたんですよ、強気ですねって言われたんですよ。日焼けしたから白くなったってこと？私なんか赤くなって白くなるタイプじゃないんですよ。じゃないんですけどね。どうなんでしょう。日焼けしたんですか？でも絶対日焼けしたよ。でもなんかユニバで日焼けしたならもう本望です。ミミズ味とかね、食べたいです。どれがどれとかわかるかな、見たら。日焼け対策、なんか私、なんかユニバで日傘さすの嫌いなんですよ。なんか、人がさして、なんか、るのが好きじゃなくて、なんかその人がいない時はいいんですけど、割となんかちょっと人混み近い時に刺してるとなんかこうなるじゃないですか。だから私持っていかないんですよ、ユニバには。そう。マイルール的な。そう、気使いますよね。しかもなんか荷物になるし、ちょっと悩む。バッグが大きければいいけど、入らないかったらそうじゃないようにしてて、私流のあれなので、そう、なんか、まあ、人それぞれだから別に悪いわけじゃないけど、個人的なあれなので。そう、え、ポケカ新しいの出るの、嬉しい。開けてみて、何入ってるのかな。私も開けないと。え、それで何の話してたっけ。あ、そうなんですよ、それで、そう、あの背が低いとね、ちょうどね、刺さったりしますよね。そう、でも今日は暑すぎた。え、今日は行き帰り全部新幹線で行きました。行きました。ココアさんはもうふっかりで、とても昨日決めたんですよ。行くの、ユニバに行くのは決まってたんですけど、
行く予定だった方と行けなくなってしまってっていう話を、たまたまココアさんがユニバ行きたい、たまたま昨日連絡、たまたま連絡してくださって、ハリーポッター見てるんだっていう会話で、あ、私明日行こうと思ってたんですけどっていう事情を話したら、え、行けるかもってなって行ったんですよ超急です。ユニバが関東だったらちょっと行けんもんね、行動力だからちょっと行き帰り新幹線で行ったんですけど、でも自由席で帰って、行きはね、なん全然大丈夫だった、帰りめっちゃたくさん人がいて、しかも後ろなんか私並んでた後ろの方が杖をついたおじいちゃんだったんですよ。だからさすがにこれでドカドカして私が座るのはさすがにユニバに行った後だからって、私はそれはダメだって思ったわけですよ。でもし席がやばかったら、そのおじいちゃんがちゃんと座ったところを見届けようと私はチラチラ気にしてたんですよ。じゃあちょうど私ぐらいで席がなくなったんです。で、あ、これはもう私は覚悟を決めるしかないと思っておじいちゃんにどうぞって言ったんですよ。じゃあカワンカワンって言ってめっちゃ元気でカワンカワンあっち行くわみたいな感じで、あの違う寮に、寮というか違う車両に移られて、ああ、はいなんか元気なおじいちゃんに会いました。ちょっとチロチロ見てたんですよ。1号車がいとんのか、なんか別に嫌がられたわけじゃないんですよ。大丈夫だよみたいな感じで、全然大丈夫だよってそう、元気でした、平和。アキーさんありがとう、社会また座りたかったか。グロジさん結婚してありがとう、楽しいありがとうございます。ちょっと声枯れた気がする、もうマジで叫ぶんですよ、めっちゃ叫ぶんですよ私。でも結構割とジェットコースターのめっちゃ乗れるようになった、今までも乗ってるけど、なんかあ、いけるかもって思う瞬間が増えてきました。乗ってる瞬間割といける、割といけるっていうかいけてます。僕もアンピちゃん連絡欲しいよって知人が言ってた、どういうこと僕もって何。デニムワンピースかわいい、どこのだろう、あ、でもね、グレールのような気がする、これな気がします。あ、タグがないです、タグは背中かもしれない、いや背中にもないな、そんなことありますか、え、これプレゼントかな、あ、あったタグ、あ、グレールだ、やっぱりグレールでしたよ、お手軽で買えますよ、トレーニング中だったかもしれない、確かに。アミと USJ 行きたい、ありがとう、わしは下を向いて乗ります、わお、クタルさんブラボーありがとう、生地もデニムです、グレールとシーンのアンチしてるんで人それぞれありますからね、カチューシャ可愛い、確かに。グレールのいいところはもう何にも気にせずに抹茶洗濯できること、それ私も何にも気にせずに、そんなありがとう、スペイビーでアンビとユニバはよいえいえいえ、聞いてくれてありがとう。ユニバ私これとこれしか買ってないんですよ、やばくないですか、めっちゃ耐えたくない、本当はバタービールのなんかねカップ、マグカップあって、それ欲しくなったんですよ、けどちょっとさすがにアンピよと思ってコップを使わないくせに、待って、お水買うの忘れた、絶対買いに行かなきゃいけないやつだ、最悪、マジで最悪すぎる、うわーガチで最悪、お水買いに行ったのに何買うか分からなくなってサラダを買って帰ってきたんですよあーマジで耐えすぎ、そう、それな、もう次行ったら買っちゃうかもしれないと、あとは私あれか、あれなんだっけ、あれも買いたくなったんですよ、ヘドウィッグのなんか腕につけるやつ、くっつくなんかぬいぐるみ、なんかここ、こうなってここにぬいぐるみつくやつ、でもそれはさすがに安否よと思って、さすがにダメだぞと思って耐えました耐えたんですよ、めっちゃ耐え穴です、あ、抱きついてるよ見えるやつ、え、それかな、なんかね、くっついてるようなやつ、買わないとって言われてるそうなんですよ、毎回行くたびに欲しいもの欲
しいもの買わなかったよって言うけど、全然消費はしてるから偉くもないじゃないんですけど、水買い忘れるの、なぜなぜ、それなマジで忘れちゃう。ノリで買いなよって言ってでも今回はこれを絶対買いたくて買いました。水買ってきてあげようか、買ってきてほしい。これ何グラム入ってるんですか。170か、可愛いからここ置いとこ。でもこっち落ちちゃうかもしれん、こっち結構隙間あるくやん、つけんとき。そう、交通費高いですね今日は。今日は値段の話はしないよでももうユニバの年パス行くか行かんぐらいですよね、安いやつの。やっぱそう考えるとやばいよね。それが雰囲気に飲まされて。そうでもね、多分年に1回行くんだったら買うべきなのよ。私はなんか何回も行くから多分買っちゃダメって思う。ハグリッドに脳内変換されてマニアックなグッズかと思ったハグリッドやばい、ここにハグリッドつくのはやばい、欲しすぎるなんか欲しいわもはや。いいね、と作ってもらいたい。デースと悪魔が会話してる。そうなんですよ、ニーナちゃんから来ました。あー、ゆかにゃん、かわいい、ニックネーム似てる。え、今日ね、そうお土産買うか迷ったんですよ。でもまた大阪ってなるじゃん、だからまたどっかでどっかのタイミングしようと思って、山中湖とかさでさ買えたらいいなって思って。買うものはついてから決める、見て決める派です。カチューシャはなんとなくこれで行こうっていうのを決めてます。大阪広島で日帰りだと安くなる切符、うん、なんか教えてくれてたよね。そうでもなんか急遽決まったからさ、バッて行っちゃったそうユニバ楽しかった。愛媛いいな、美味しいもん食べて。タイ飯食べたい私、腕にハグリッドバズりそう、それな自宅から往復1200円ぐらいで行ける距離ってこと。いいな、前髪切りすぎたのかと思った。これ一応ね、さっきちょっと巻きすぎちゃった、もっと伸びてた。交通費を表情で表そうだよ天使あげさんハートありがとう。金券ショップで買うと少し安くなる。一回それで買いに行ったことある、私だいぶ前にソラハさんと行くときにそこで買ったことあります。ちょっと安くなった気がする、思い出あ、愛媛の研究生ちゃん見に行くんだ、いいね。前日とかでも買えるはず。うーん、アビちゃん学割使えばいいやん。え、そうなんですよ、学割使えるんですよ私。そうなんですよ、なんか映画館とか学割使えるようになって、そう実はそうなんですよ、それめちゃいい、でかい、でかいなって思います。映画館行くたび、こう移動安くすることは得意だからいつでも聞いてください。聞けるタイミングないんで教えてください4割引き、すごいすごいね、4割引きだってよ。これはグリーンだからちゃん、飲みきる前に買っちゃった、飲みちゃおうかなと思って。ウェルカムぬいぐるみね、かわいいよね。ちょっともうちょっとしたらね、ちょっとクワス仕様に変えようと思ってます。そう、頭かじられてる。でも今日上手やってなかった、いけなかった。18切符、うん、ユニバでスタッフさんにキラキラって言われたんだってね。そうなんですよ、もうキラキラって、カチューシャキラキラで眩しいですねって言われて、ありがとうございますってそうそうなんですよ。で私はユニバで気をつけてることがあって、レスをもらったらレスを返すっていう行為をやっております。皆さんもぜひ、なんか私たちも仕事でって言うと変ですね、公園でレスを送るじゃないですか。でやっぱり帰ってくると嬉しいんですよ、だから、あ、伝わったって思うから、
手振られたら手振れるようにしてるしそうなんです、そうです。でもなんかミニオンのところのご飯で食べた時に2階にいたお姉さんがすごい結構ガツガツ来る方で、すごい両方ともキラキラで可愛いですね、もうなんかモデルさんみたい、もしかしてモデルとか何かやって芸能活動やってますかって言われて、やってないです、もったいない、私がスカウトしてみたい、スカウトしたいわみたいなこと言われたんですよ、帰る際に、はいって言ってありがとうございますって言って帰りましたちょっと気まずかったです。ウインクしようかと思うわ、しないしてよ、ずっとニヤニヤしてる、うわ、そう息をするようにそうする今月職業病になりそう今日でアマゾンプライムデー終わっちゃう。温泉上手って知ってる？わかんない。そう、雨降ったんよ。でもちょっと大丈夫、ちょっとなんか大丈夫でした、ココアさんが傘持ってたので降りたため、アナちゃんがキラキラ、VUKのレス来たオーラが出てる、塩対応じゃん、いやちょっと強すぎてありがとうございますって終わりました。アンビの勝ちで餃子上手サメさんです、スカウトしたいの回数さら乗っていかないの好き、何時これ何て言えばよかった、何が正解でした、スカウトしたいですって言われたらぜひってぜひもなんかちょっと恥ずかしいじゃないですか、あだからこやってるからアイドルやってるからぜひっていうのが恥ずかしいって思うのか、確かにやってなかったらもうぜひって冗談で言えたのか、そうか、いや何も言ってないって言ってしまったからなんか恥ずかしいなんかアイドルやってますってなんかね練習いくらになりますいいセンスしてますね、あー確かに、条件お願いしますきっとめっちゃ 長々お話することになりそう、芸人してますあーホグワーツへの入学決まってるのでっていうところ、わーそれが正解だ、あそれが正解だね、うわーウィンガーディアムレビオーサびっくりされる、なんかあれですね、アイドルプロデュースしてますにすればなんでそっち側行ったん笑い、あそうなんですねってなりますね、一人対応よかったらSCが好きなので、これからサメに食べられちゃうのでもういける、あポジティブ船ありますかえってなる、ね、なんで船ってなります、メイドしてますボソッと返そうめっちゃ嫌なやつ、給料はどれくらいですかって、やんこんばんは、ポケカなんとかしてます、うーん口弁ちちっと、聞いてた方がいい、そっか、私はちょっとそういうの足らんかったわ、教えてくれてありがとう、ツナ同僚ツナと卵のサラダ、あんたカムタン知らんの、これ早く冷蔵庫に入れないといけないね、やばいやばい、帰ってきすぎてすぐだった、ドゥ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 、タンパク質あるよ、ささみ湯があるんだ、冷蔵庫行ってきましょう、そうだよね、やっぱそうだわ、ささみ湯をね、蒸しじゃないわ、何ですか、茹でてますで、あります、なのでそれと一緒に食べる、ドゥ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 
トゥ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 ルフルル。キッチンなんもないよ、大丈夫。回復ですね、ありがとうございます。リクロおじさん買ってない。リクロおじさん、私さ、リクロおじさん買いたいんですよ。でも私、リクロおじさんの秘話がありまして、ちょっと知ってる方は知ってる話になると思うんですけど、リクロおじさんが有名だっていうことはなんとなく知ってたんです。でもこれがリクロおじさんだっていうのは何も知らなくて、なんかなんとかさんのチーズケーキが大阪有名なんだっていう情報しか知らなくて、初めてなんかリアルお話し会かなんかで大阪に行った時に、みんながリクロおじさん買えるみたいな感じで行ったんですよ。で私は誰と行動してたのか分かんないけど、そこには行かなかった、そこについて行かなかったんです。でお土産コーナーを見てて、なんかチーズケーキがあったんです。でなんだっけなん、ステラおばさんですか、なんとかおばさんのチーズケーキがあったんです。あ、これか、有名なやつと思ってあ、ビアードパパだ、ビアードパパのチーズケーキがあって私これだ、これかと思って、みんなが言ってたやつと思って、ビアードパパなんだと思って、あ、これかと思って、これ買うと思って、これ買って、しかも私次の日なんか東京に行く仕事だった。何、もうマジでなんで、どういう仕事だったか覚えてない。え、でもあったよね、大阪から東京なんか続いてお話し会かなんかがあって、直接、え、そんなことあるっけ。え、でもなんかあったんですよ。いや、あった。で東京行ってその仕事終わった時は私実家帰ったんです。だから実家用に買ったんですよ。で実家帰って、書類名備中です、それ。そうそう、書類名備中。マジでそう。だから大阪行くのもマジ寝れたし、東京行くのもマジ寝れて、もう本当に幸せだったんですよ。そう。ニアミス。そう、ビアードパパのチーズケーキがあったんですよ。で、あって、それを買って、それが有名だと思って買って、持って帰ったんですよ。持って帰ったというか、でもなんかみんながリクロおじさんって言ってて、なんか箱持ってたんです。で、あれ?と思って、私なんか違うと思って、なんかみんなと持ってる箱が違くて、と思って、でみんなが配信で食べてるところをたまたま見て、あ、私違うと思って、ビアードママだと思ってもうマジで恥ずかしくて誰にも言えないし、もう家帰って、たまたま実家帰れて、実家帰った時に、間違えたって言って、そう、ちょっと家族に話したんですけど、メンバーにはちょっと恥ずかしすぎて言えなかったことがあって、私。そうなんですよ。だから、実家にリクルおじさんを持って帰ったことがないんですよ。私持って行きたいんで、リクルおじさんってやっぱみんなで食べるものじゃないですか。大きさ的に。一ホールというか。一人でも食べれるっちゃ食べれるけど、一回食べたことあるんですけど、なんか何日かに分けてとか食べれるんですけど、やっぱみんなで食べたいじゃないですか、あのホール。あ、ファンの人には言いましたね、ホール。だから実家に持って帰りたいんです。でも大阪から実家帰るってことはないから、買えてなくて、買いたいんですよ。そのリベンジしたい。さすがにリクルおじさんもう買えるからリベンジしたい。プリンが美味しい。あ、そうなんですね。ちょっと似てたんですよ。でも美味しかったですよ、そのチーズケーキ。ちょっと食べたけど。孤独な?幸せな?どういうこと?白おじさんとは。お疲れ様で。551はもらったのかな?なんか。そのお話し会の会場で。新大阪駅のリクおじさん閉まるの早くていつも帰る。あ、そうなんですね。何時に閉まるとかちょっと把握してないんですけど、何時なんやろ。次も再び間違えて笑い取れるぞ。さすがに間違えたら笑えないやってんなってなりますよね、さすがに。おいおい、あんなってなりますよね。別のところで買った方がいいよ。確かにずっといつも混んどるイメージ。いつでも混んどる。新幹線の改札内もあるよね。あるある。もう並んでるよね、わりかし。陸王子さんそんな並んでるイメージない、新幹線内。大阪を作りに行ってんの、すごこだわり。
なんかこれ開けたくなってきた。どうやって開けるんだろう。綺麗に開きたいな。復活するかなこれ。綺麗に開けたら復活するかこの箱。ビアードおじさん。美味しいもん食べたいな。チルドしかないからすぐ食べれない。チルドって何。チルドレン。ランダム食べてどの味か当てる。あー確かに確かに確かに。そうしよう。ユニバ日帰りですよ。なんこれ無理なんだけど。こんなシール剥がせんわ。今日も皆さん一日お疲れ様でした。私はもう楽しんでただけなんで、もうお疲れ様でしたって言葉が似合わないです。私は皆さん本当にお疲れ様です。本当に本当に。チルドは冷蔵とか冷凍の作りたてじゃないやつ。あーなるほど。チルドレンですかとか聞いちゃった。お恥ずかしい。無理。魔法の杖ね持ってるんですよ私。持ってて、で魔法使えないやつ欲しいなって思ったんですけど、でもそれも普通に高くてびっくりしてやめました。すぐにそれを買うお金があったらもうそのねバタービールのコップ買ってた。そう。しかもそれとあれも買ってた。あ爪が長すぎて無理。もはや爪は長くないんだけど、自分的にはそのいつも使っている長さではないのでやりにくい。あともうちょっとなんだけど。歩くと疲れるから。確かに幸せな疲れですね。おいくらするの。5000円と6000円とかだったかな、だった気がする。いいでしょう、かわいいでしょう。初見です。アーベンさんありがとう。ヘクミビーンズです。買いました。ハサミどこに入れるのこれ。あここに入れたの。ちょっとハサミで開けるわ。確かにもう諦めた方がいいよな。そうだよな、私も思ってた。これはもう諦めるながら。私目日焼けした。目の中日焼けした。目の中日焼けした場合どうしたらいいの。目がねもう、あ絶対日焼けしたなって気持ちなんです。あカッターの方がいいかもこれ。あハサミ無理。ね私も初めて買いました。買ったことなかったです。今回もマリオのエリア行けんかった。なんか一応撮ったんですけど、もうその時間には帰ろうってなったので。そうなんです。あれここにカッター入れてないっけ。あここじゃないっけ。あどこにカッター入れたっけ。このポーチかと思ったのに。目日焼けすると皮膚がより日焼けしやすくなる。あ、そうなんですか。やば、私めっちゃ目焼けた気がする。ん？どうにもならん。ここ切ったとて。あ、どうにもなるわ。ここも切ればいいんだか。なるほどね。こうやっていこう。今日もね外国の方多かった。でもね前回よりは多くなかったけど、まあ多かった。絶対後ろか前はどっちかが海外の方だった。今日なんかねダンサーなんかミニオンとあとなんかなんだっけミニオンのエリアとあのスパイダーマンのエリアの近くになんかいろいろなんか写真撮れる場所あるじゃないですか。階段とかあそこになんか階段にめっちゃ
こうなんかいい感じに座ってハンバーガーこう手つかみで食べている海外のお姉さんがいたんです。アメリカっぽい方なんですけど、めっちゃかっこよくてめっちゃ合ってた。そのなんていうんですか、世界観に、世界観を作ってくださってた。ちょっとやむけちゃった。よっしゃ開きました。今ジェットコースター乗ったよ。ユニバの日焼けはすぐ戻るからよし。そうだよね。ミニオンのリュック背負った方いましたか？いや、おらんかった。アメリカン、その空間アメリカン来たみたい。そうVK バンドっぽくてかっこいい。これ VK バンドなんですか？え、これ一回、あ、袋に書いてた種類ちょっと隠しながら、え、一回開けたら結構すぐ食べないといけないやつなんですか？まあ大丈夫か、まあまあまあ大丈夫か。スイカ味がパッと見えた。真空パックある？え、持ってないです。あ、でもなんかあれはありますよ、キュッてするやつ。キュッでいいか、しっかり密閉すれば。そうだよね。開けまーすね。結構量ある、一人用じゃないよじゃあちょっとランダムで出てきたのはこちら。わ、めっちゃ美味しそう。え、待って、まずそうえ、わかんない、美味しかったらごめん。え、わからん。え、ちょっとみんなには見せとくわ。私見てないよ、私見てないからね。え、何味だろうこれ。いちごとかあるんかな。石鹸の味。嘘でしょ。え、嘘、美味しくないやつって来てんだけど、やばすぎる。え、100種類。え、これ20種類です。え、石鹸じゃないですよこれ。おセットいきます。うまっ、うまっ、甘っ、超当たり、甘っ。もうみんな惑わせないでよ、超当たりです。綿菓子ですよ、もう見ちゃったじゃん普通に綿菓子めっちゃうまい、めっちゃうまい、めっちゃうまい。え、めっちゃうまっ。これ確かにランダムで取ろうかな。でも匂いがやばいんですよ、この全体の匂い感。ダメージ取ってますね。わ、落ちちゃった。なんか同じ色だったちょっと戻そう。同じ色だったので戻そう。え、まずいの入ってないことありますか？これ、これにします。これ食べる。見てないよ、色。うん？食べます。あ、え、赤。うん？いけます。あ、辛っ。あ、シナモンですか？え、唐辛子かと思ったよ。あ、シナモンだシナモンだ、シナモンだ。んでも辛い、本当だ、シナモン味だ。え、辛いってえ、もう唐辛子だと思って食べたからえ、辛いですよでもめっちゃシナモンだ。いや、辛くないかも。いや、でも自分的に辛い気持ちあ、でもシナモン強いと思います思い込みが勝つでもちょっと辛いです。なんかジンジャーエールの強い版みたいな。ジンジャーエールがちょっと喉にくるやつみたいな感じ。味覚むずい、マジわからん。
あ、シナモンもスパイス。じゃああと2粒にしよう。これが出ました。じゃん。え、なんかやばいよ、石みたい。なんか石みたいなんだけど。なんか嫌なんだけど。ん？いや甘いですよ。いやめっちゃ甘い。なんだろうこれ。マシュマロ？うん、マシュマロかもしれない。うん、マシュマロだ。あ、マシュマロ、めっちゃマシュマロだ。あ、マシュマロだ、これだ。まあ、当たりしか引いてない。うん、緑がやばいね。あ、でも追加時がある。あと1個。一番四角なのはシナモン味って言われた。どういうこと？今当たりしか引いてない。ルオのルーバー変えてないです。変えない変えないです。ちょっと新幹線以上は動画的に外れが来ないのまずいのでは。いやいやいや、全然楽しんでるだけなんで、こっちは。じゃあ最後の一粒、うわ、出てきた。この色です。この色、待って、やばそう。待って、やばそう。待って、やばそう。うわ、超やばそう。うわ、最悪、緑やばいのしかないじゃんって言ったそうから。いや、やばそうすぎる。悲しい。わかんない、わかんない、どうしよう。なんで最後これなんですか。いきますね。うん、スイカ味だ、スイカ味だ。焦った。え、多分スイカ味。ん、いや、スイカ味でしょ。え、スイカ味の色じゃないです。スイカ味この色なの。さっき違うかった。え、違うかも。うん、スイカ味ですかこれ。え、わかんない、スイカ味かな。ん、え、でも色違いますよね。ん、でもスイカだと思う。ん、スイカでした。皆さん、え、スイカかな。スイカな気がするけどな。あ、スイカか。なんか緑となんか混ざってたから、あ、スイカか。あ、スイカです。これ緑だった。私のなんか色味感覚が分かんなくこれ食べる前何か食べました。今日はハンバーガーを食べた。ちゃんとした主食はクジム。強い強い。これ飲むとまずかったみたいになるからやめよう。飲むの喉乾いたんですけど。安否ないだよ。じゃん、大丈夫そう。そんなことない。まずいランキング11位スイカ、12位シナモン、14位マシュマロ、18位綿菓子。え、なんでですか。まずくないよ、マジ美味しいよ。私マシュマロと綿菓子好きです。なんで？え？なんで？これとか絶対美味しくないんじゃない？あ、これ何？まあダメだった。なんか卵みたいな色するもん。いや、今日は大丈夫でしたってことで。まずいランキングだから。どういうこと？あ！あ、そういうことか。まずくない方で上、あ、そっか、まずい方が上なのか。あ、じゃあ、そうだね。私の統計通りだわ。確かに、合ってた。合ってますね。確
推しランキングが確かごめんよ。ダメダメみんな、あ申し訳ない、いやいやそんな、ダメだよみんな、もう食べないのか私は。いやこれ全部の匂いがやばい、これ全部の匂いがやばいです、全部合わさった匂いがやばい、マジでやばい。よしいや1位何なんだろう、確かに今んとこ1位、冷蔵庫で保管ですか、卵味、あ卵味のグミはないですよ、卵みたいな形してるなっていう。ラスト行ってほしい、ラスト行くか、上に結構溜まってるんですよ色、なんか良さそうな色が、混ぜよう、選んで食べさせて、そんなことしないよ、湿度が高いから、あそういうこと、じゃあちょっと勇気がないのでこれにします、これ、え普通に黄色じゃん、バナナじゃない、うんバナナ、あバナナとか言っちゃった、んバナナじゃないの、黄色2つあるの、んえこれ何バナナじゃないのこれ、えバナナじゃないのこれ、バナナね、レモンかね、腐った卵味があるんでしょ、でもなんかさこんなさバナナこれなんですけど、これバナナこれなんですけど、え全然こんな柄じゃなかったかね、こんな柄でした、あバナナで合ってんだ、じゃあバナナだ、外れてないね、石鹸味食べたいの私、じゃ石鹸味食べて終わろう、どれ石鹸味、水色みたいなやつ、水色いない、あったもう石鹸味食べたいから、石鹸味だけ食べて終わりますね、はずでないな、楽しくない。ならみんな確かに最初にいいの引いとったらやばいか。確かに。うわ、やばい。バカだ。石鹸食べます。マリオいけんかった。あ石鹸だ石鹸だ石鹸、あ、石鹸、石鹸食べたことなくてもこれ石鹸なんか鼻にも来る、なんか鼻になんか石鹸食べた、もうマジ石鹸なんですけども、うん、でも食べれるからな、えでもなんか鼻に来るけど別に食べれるわけじゃない、出すほどじゃない、でもなんか噛めば噛むほど石鹸風味がパン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 出てきて、なんか鼻からマジで歯磨き粉と全然違う、マジ石鹸、え、でも麦茶飲むことじゃないなんか無理ですみたいな感じじゃないかも、キレイキレイ、なんかねどっちかというと食器用洗剤みたいな感じかな、
このなんか鼻がスーってする。え、そう、鼻が嫌かもしれない。鼻が嫌鼻が嫌です。2位でそれならもう 無敵じゃね。え、2位なのこれ石鹸。全然食べれるわ私。多分普通に出されて顔変わんないで食べてくださいって言われてもいけます多分でもめっちゃ食器用洗剤だわこれ。味、あ後味がよろしくないです。あ、4位？人によって違うか。1位って何ですか？いや、行かないです。え、めっちゃ口食器用洗剤食べちゃった感じ。やばい。なんか食器用洗剤を、食器を洗って、で、たっぷり泡で洗って、なんかあんまり洗い流さずに、それにお水入れて飲んだ気持ち。で、あ、食器用洗剤がなんか感じるみたいな気持ち。内臓のが汚れが落ちる？なら食べんと。鼻がちょっと嫌です。鼻スース嫌だ。食器用洗剤試したくならないよ。何言ってんの何言ってんの。あー確かに嫌かも。すごい嫌かも。鼻が嫌かも。あー鼻が嫌かも。なんかミントとかの鼻スースじゃないこれ。なんか食器用洗剤をもうこうやって匂った感じ。って匂った気持ち。なんか息を止めて何秒間か、それでやっと息が吸えた時に吸った感じ気持ち。ってやば。なんか本当はこうやって変わんなきゃいけないのに直で匂った感じ。鼻に残ってるずっと。やべえ取り出したい。あ、シャボン玉できるかも。あ、シャボン玉液飲んだ気持ち。ほぼほぼほぼそうだそうだ。あ、まずっえ、なんかもう嫌なんだけど口の中残ってます。口が食器用洗剤。タナさんシャボン玉ありがとう。オレンジ色なんですか。ちょっと騙されないですよ私。もう食べないから私。明日食べよう。あ、シャボン玉液だこれ。確かに味の解説にシャボン玉液の味って書いてあったから大正解。シャボン玉出せれん。実際口の中入ってないけん。考えた人マジすごい。すごい。どうやって再現したん？どっからどう作ったやろ？マジでやばい。やばい。なんか麦茶全然負けてる。この麦茶ダメ。うん、いいですよ。この麦茶大丈夫ですよ。ちょっと、あ、違う。石鹸には負ける。バブルコシャン。あーもういるいるいる。やだな、いるわ。成分のハムシャボン玉死ぬでもこうちっちゃいといいのか。ちっちゃいから大丈夫なのか。あーあわわわわわ。その再現のため石鹸いっぱい食べたよなそんな。あー鼻ダメになりました。ふみとらさんシャボン玉ありがとう。うわ鼻がなんで最後に食べたんだろう。あ鼻ダメ公演始まっちゃうお口直ししないしない。話せしたいもんマジでうん鼻垂れないです。うん口もなんかこっちで噛んじゃったからこっちにずっといる食べれるなんかね後味かな。なんか残りどう残ってくるかがちょっと肝になってくると思いますこの戦い。残りをどんな感じにこのあれされるか。口直しに綿菓子綿飴綿菓子食べた。綿飴と綿菓子の違いって何ですか。
でもこれめっちゃ高いんですよ、知ってますか、びっくりした私。でも買ったけど1900円とかするんですよ。やばないですか。1900円なんです、ちょっとそうなんですよ、高いんですよ皆さん。ちょっと渋ったやけど、じゃあまあまあまあ買うかと思って。うな重クラスじゃん。え、確かにうな重とこれって一緒ってやばない、やばいですよね。そうですよ皆さん、衝撃価格はやばいですよね、やばいよこれ。73分で食べ終わっちゃうし。ゲンタにいたら聞きとする。ゲンタくん、ツナ餅だわ。ヒクミビーンズが正解である。独り言増えたって聞いたし、いつもこんぐらい喋ってるやろな。プロレスです。って何、大丈夫、全然大丈夫です、全然大丈夫です。今日中口の中抜けない、寝る時もこれかも。どうしよう、歯磨いていけるか。歯磨いたらなんか混ざってやばいんじゃないかな。どうなんだろう。ねえ、めっちゃかありがとう。明日落とすかな。ユニバーのためだけな。これ演技、これ演技だったらやばい。別の食べればもう片付けちゃった。なんか一回食べてさ、じゃあもう一回ってなるじゃん。もうそれはやめよう。それはもうやめよう。石鹸混ぜるの危険って書いてある。確かに確かに確かに危険だわ。うわ、たこ焼き食べたくなってきた。この気持ち、ゴミを並べてるみたいな感じ。ちょっとこっちに置いとこう。ランダム沼みたいな。あ、やらなきゃいけないことをやろうと思います。何今の。どうしたんだろう今私。なんか何だった、今の何だったんだろう。ちょっと私には分かんないけど、今日はまずお水を買うっていうやつ。エグビーズ誰かに食べてもらいたい。ちょっとママに持って帰りたいな。でももうちょっとね、無理だね。編集点があったんかと思った。残りはレッスン場に持ってってみんな食べてもらおう。でも1900円してますからね、そんなできないです、さすがに。そんな太っ腹じゃないです。1900円して私何粒しか食べてない。ちょっとこれは元を取らないとですよ。500円だったらね、全然あれなんですけど。セブンのレーシックのたこ焼き、うん、いいね。やーやー、なんか治ってきた気がする。
アンピ私に水味を渡してきたんだけど、なんかでも誰かに食べてもらう動画撮りたいな。悪そうな顔してた今。セールでポッチしよう。何の話？水？水頼んだんですよ、ちょっと前に。3日前か2日前に。いや土曜日に届くんですよ。やばみ。確かにリネちゃん。マイキューさんにはちょっと目をあげられないです。お疲れ様です。美味しいやつあげます。みきゃくん、シャボン玉ありがとう。動画を撮るしかないやんって言っても、その動画をみんながメイクしてて動画を撮るタイミングがないので、今日の夜ご飯は、夜ご飯食べてない、なんかめっちゃお腹いっぱいなんですよ。11時ぐらいにあれを食べて、ハンバーガーを、で15時ぐらいにサーティワンのアイス食べたんです。それもなんかやっぱ気持ちが満腹です。トラブルにならないためにその人に引いてもらいたい。3期生に配って好感度上げて持っとりましょう。さあ無理だって。扱いの違い。やばいやばい。傷ついてありがとう。いえいえ。私も見たそれ。舞ちゃん呼びにいつなりますか？ちょっと段階を踏んで。でも1回だけ呼んでるんです。1回だけ。サーモン私食べれるんですかね？わかんないでしょ。カンピンさん、ジャボン玉ありがとう。お腹いっぱい、今もお腹いっぱい、なんか分からんけど。グラッピーさん涼しい、ありがとう。涼しい、これもなんでやねん、なんでやねん。ということで私はお水を買いに行きたい。うわ、メール送りたかったんですけど、メールは明日送るとして、まず違うよ、メールはお風呂の中でメモを書くんですよ。書こう、私昨日書いたやつがあるんですよ。昨日書いたやつは送るね、すぐ送れるから。ね、お水を買いに行くとな。アンピがするならなんでやねん。おまるさん、ありがとう。メール開き室であるからなと。いやん、あなたホーム画面したいの写真で、どういう写真？ありがとう。ショールームじゃないか。メール溜まってます。溜まるともっと溜まるから気をつけて。で、溜まったらもう見れなくなっちゃうから。南アルプス行って水汲んでくるわ。待てない。それじゃあ、ケンハートよくありがとう。お疲れ。未だ長風呂する、長風呂しちゃう。今日こそ早く出ようって思う日あるんですよ。他にもすることあるじゃんと思うんですけど、気づいたら長風呂しちゃう。コージ、水鉄砲ありがとう。パンパン、カルピスウォータープライス、プライチです。プライチって何？マイキーさんとアンナちゃんしてる。ありがとう。指輪してるの珍しい。そうかな。遊ぶとき最近つけてる、好きで。これはママに買ってもらった。我が家の浄水器ごと持っていくの早いか。いや、待てない。雨見ながらやる長風呂至高すぎるよね。わかる。何か見ながらはマジで旬。アンピ姫って呼んでいい？え、もちろん。ピーチ姫に対抗できる。これで石鹸の夢見たら今日ダメ。 ジーンズ柄です。すごい、なんか うちら違うね全然。ちょっとクワスとかが後ろにいた方がもはやいいんじゃないね。今日はちょっとクワスだったね、はい。あー、あるよね、セブン、そういうの。もうマジで爆睡できそう。私昨日11時ぐらい寝れそうになったんです。でも全然眠れなくて、12時になったんです。でも全然眠れなくて12時半ぐらいになりました。いや、わかんない、何時寝たのかな。12時半は絶対過ぎてた。悔しい。今日私は何時に起きたかメール送りますね。えいちゃん、かわいい、ありがとう。スキピー、ありがとう。水色好きですよ私。水が出る魔法、
アグアメンティですか、アンスタンです。レディースサイズがつけたいと。私指手がねまず太いんですよ。太いっていうか分厚いんですよ。なんか肉質ストレートって感じ。アンピのエンジェルライバルピーチ姫、そう嫌ってないですよ。あのライバル視してるんですよ遠足前。そうなんです、そのせいだったのか。今日50分ぐらい終わるの、いやもうちょっとで終わります。移動は行きは寝れんかったけど帰りは爆睡してました。可愛すぎて大天才ワン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 。 ST メンバーの味のどういうことどういうこと。そう私のそうだからさ、アイドルとかもさライバル視してる人いますかとか、ライバル視してますかとかあるじゃないですか。私はピース姫をライバル視してます。握手向き、あそうですね、握手待ってます。レッドコースターでコカさんに切れたの、切れてはないですよ。でもちょっとちょっとありましたね。切れてはないですけどね、切れてないですよ全然、切れてはないですけど。そうなんで私のとこ流れてくるの。いつになったら握手会できますか、わかんない。ビーチ側についた場合はワイもライバルされますか。いやもちろん、では壇上読もうかな。13位カズキン、12位リーサーチャーさん、11位アリンコさん、10位アスパラさん、9位シオリーさん、8位30点さん、7位マコさん、6位ミスタラさん、5位アキーさん、4位クマピーさん、3位福太郎さん、スキピー、2位ナオトモさん、スキピー、1位タカケンさん、大好きピー、ありがとうございます。皆さん今日も平日お疲れ様です。もう私が楽しみすぎちゃって皆さん配信を見ててくっそー、俺が頑張ってた時に遊んでたのかよってなったと思うんですけど、楽しんできました。本当に皆さんのおかげで私はいつも毎日楽しむことができております。ありがとうございます。そう楽しかったな、ありがとうございます。皆さんにね楽しいお届けできるように日々精進していきます。明日は夕方ぐらいに配信する予定なんですけど、そうそうそう、よろしくお願いします。マウント取っちゃいました、すいません。取っちゃいました、ひねくれてないです。ごめんなさい、ごめんなさい、そういうそのつもりじゃなかったんです。おもろかった、よかったです。平日貴族楽しめた、よかった、また癒されました、ありがとう、楽しかった、何よりありがとう、またね、癒しだよ、ありがとう、バイバイピーヤ、プラスウルトラ、アンビ姫が捕まる前に助けに行かなきゃ、待ってます、待ってます、待ってます。同じ大阪で楽しんでたのか、そうだの、水変えます絶対、いや死んじゃうので。今日の報告はナッシングトゥーマッチで、えありますか報告。水買いに行ったらなんかシャボン玉の液の匂いするねって周りの人になるレベルじゃないです。ではおつぴーありがとうございました。皆さん早く寝ましょう、私も早く寝たい、ありがとうございました、バイバーイ、お疲れ様、おやすみなさい、いつもありがとう、お疲れ、明日も頑張ってね、木金だよ、木金やったらどう、お話し会、日山中湖月お話し会で、相手15、16、17、10、四国公園ですよ、来るよみんな、うちらの来るよ来るよ来るよ、みんな頑張りましょう。ではありがとうございました、はい。